引き眉と天井眉の霊引き眉は奈良時代からの化粧法で眉を剃るまたは抜くことを意味する。眉を剃るまたは抜いた後、細い弓形の眉を墨で描く。カラス天狗と牛若丸眉を剃るまたは抜いた後、除去した眉よりも高い位置に天井眉という長円形の眉を墨で描く。元来は模擬の際におはぐろとセットで行われたもので、 平安時代中期頃から男性貴族、平家の武将等の原服の時にも行うようになった。室町時代以降は天井眉の位置はさらに高くなり、能面にも移されるようになった。歌川国さだ、吹き具さえに遊覧江戸時代では以下に該当する女性のみの習慣となり、原服の際におはぐろとセットで行われたものである。江戸中期までは眉を剃る。 または抜いた後、元々の眉を薄い墨でなぞる。江戸後期以降は眉を剃る、または抜いた後、眉を描かない場合が多い。なお、演劇や浮世絵などでは剃った後を薄い青で表現する場合が多い、これを生態と呼んでいる。なお、お歯黒をつけても眉を剃らない場合もあり、この場合は半減服と呼ばれる。この他、幕末から明治時代にかけての写真や、 浮世絵に2歳から12歳くらいの少女が眉を剃っているものをよく見かける。文明開化以降はおはぐろと共に衰退し、明治時代中期にはほとんど見られなくなった。一部の演劇、また伝統的な祭りの際に見られるだけである。眉積み、日本における眉化粧の歴史を参照のこと。現在の眉をめぐるファッションは先祖返りとも言えよう。ありがとうございます。